おはようございます。ズネです。この動画では、KF シリーズの中でも、屈指のバランスの悪さを誇っていた KF96 において、ひっそりと存在していた両キャラをご紹介していきます。今回扱うのは、二階堂ベニマルですね。ひっそりとしてないし、結構イケるキャラとして当時から有名だったじゃんっていう風に思われるかもしれませんが、私もそう思うところはありますけれども、まあ、この度、なんとなく、なんだかね、ふとね、ベニマルを紹介したくなってしまいましたんで、この動画を作っております。この動画では KF96 のベニマルの良さ、強さ、つまり魅力を7つに分けてご紹介していきます。小ネタ的な番外編もご用意しております。ですので、最後までお楽しみいただけますと幸いです。それでは、どうぞ。I love you.それじゃあ早速魅力の一つ目、KF シリーズの基本が詰まったキャラとしてすでに完成されていたっていうものですね。KF といえば小ジャンプとか中ジャンプなどの低いジャンプによる速い展開、ラッシュが特徴的なんですけども、そうしたジャンプは高い打点を攻撃するジャンプ防止技に弱くなってるんですね。相手のダイモンで言ったらこういう上方向を蹴るような技、まあこういう技に小中ジャンプっていうのは弱くなってます。高い打点の攻撃に弱いんですね。で今度はそういう技って高い打点攻撃してますんで足元がガラ空きなんですね。つまり足払いに弱いということになっています。こんな感じで足払いが勝っちゃうんですね。ぶつかり合った場合には足元がお留守なんで足払いが勝ちます。ただ足払いっていうのは上方向がら空きになってますんで、そこにジャンプ攻撃が噛み合えばフルコンが入っちゃう形になります。相手側がこうやって足払いを出しているようであれば、そこにジャンプ攻撃が噛み合えばこんな感じで連続技がコンボが入っちゃうわけなんですね。ここに3すくみができてるわけですよね。ジャンプが速いんでジャンプへ乗っかっていくのが強い。ただジャンプへ乗っかっていくのは高い盾を攻撃するこういう技に弱い。ただこういう技は足元がガラ空きなんで足払いに負ける。で足払いは上がガラ空きなんでジャンプ攻撃に負けると、そういう形になってるんですね。この KF の基本は KF96 で初登場したわけなんですけども、ベニマルの持ってる通常技は非常にこの3スクムに関して理解しやすい、分かりやすいものになっています。相手の低いジャンプにはこういう、ね、ジャンプ防止技遠距離立ち火みたいなのが有効ですし、相手のジャンプ防止技上方向攻撃してる技に対しては足払いが有効と、非常に分かりやすいんですね。また、牽制として置いておく形の小ジャンプ D など、ジャンプ攻撃で牽制するっていう行動についても、分かりやすく実行していけるキャラになってるんですね。こうやって、小ジャンプ攻撃垂直なんかでばらまいておくことによって、相手の横からの接近を阻みやすいみたいなのがあります。つまり、ベニマルは KF の基本が詰まった両キャラと言えるんですね。KF の基本を学びたいと思ったら、ぜひベニマルを使ってみてください。非常におすすめです。もちろん基本ができていない方にとっても使いやすいっていう、その初心者向けのキャラっていうわけではないんですけどもね。むしろ、その、KF の基本が分かってない方にとっては、使いにくい方のキャラになっちゃうと思います。でも、ベニマルをそれでも使うことによって、多くのことが学べるんじゃないかなと思います。ということで、ベニマルの魅力の一つとして、KF シリーズの基本が詰まったキャラとして、すでに完成されていたってものが挙げられるかなと考えてます。やれやれ。魅力の二つ目が、軍人キラーっていうものですね。これなかなか有名かと思いますけども、ベニマルはクラーク限定で A 級コンボを持っています。ベニマルコレダを決めた後には、クラーク限定でシャガン B が排除になってます。ダウン中の相手にこうやって当たるんですね。今の起き上がる前に、このシャガン B がヒットしてる形になってます。そこからまたベニマルコレダを決めることができれば、入力は若干難しいですけども、こんな感じで A 級になります。はい、死ぬまで入るということで、はい。KF96 ではクラークは最上位の一角として君臨しているキャラになってますんで、そのクラークに対して相性がいい、まあ、A 級で台無しにしてるだけではあるんですけども、まあ、相性がいいことになりますんで、そこはなかなか評価できる点かなと思ってます。まあ、A 級への賛否はあるかもですが、クラークも相当やばいキャラだったんで、まあ、なんていうか、まあ、抑止力と言いますか、まあ、目には目をみたいな感じでいける、まあ、そんな存在だったんですね。で、そしてそれだけではなくて、ベニマルはラルフに対しても相性が良くなっています。なぜかラルフに対してだけ D 投げを決めると2回分ダメージが入ります。D 投げ決めるとなんか2ヒットしてますよね。2回分ダメージが入っちゃってます。今他のキャラに D 投げを決めた場合、まあ、その強に対してベニマルが D 投げ決めた場合とに比べてるんですけども、上下に表示してるんですけども、これよく見ていただければ分かる通り、まあ、よく見なくても分かりますね。ダメージおかしいですよね。ベニマルの D 投げは本来23の単発のダメージなんですけども、ラルフに対してだけ2回ダメージが入って 23×2 になっちゃってるみたいなんですね。なんでこうなってるのか理由は結局よくわかんないまんまなんですけども、1996年のベニマルは軍人に対してかなり厳しい男であるようです。まあ、ダイモンにね、94の勝利ゼリフから、まあ、ダイモンに感化されたのかわかりませんけども、本当に軍人に対して冷たいですね。真空片手駒。魅力の3つ目、KF97 の片鱗を見せる真空片手駒ですね。今ちょうどつけてるのは96じゃなくて97になってるんですけども、KF97 において猛威を振るった真空片手駒っていうね、この技を皆さん覚えていらっしゃるでしょうか。
おそらくこの97プレイした方だったら覚えてる、もう鮮明に脳裏に焼き付いてるって方多いんじゃないかなと思います。こんな感じでフライングドリルで降りて片手駒でぐるぐる回った後に後ろに下がる、でまた前にジャンプしてフライングドリルっていう、それを繰り返してコンビ打線クリアしたとか、怖いお兄ちゃんに対戦台で連勝したっていう、そういう記憶のある方多いんじゃないかなと思います。まあ、とにかくこの真空片手駒やばい技でしたよね。でも実は K97 だけじゃなくって96でもほぼ同じ性能で存在していたんですね。はい、KF の96に戻ってまいりましたが、コマンドが63214プラスキック、つまり逆横プラスキックでこの真空カペゴマが出せるようになっておりまして、でこの96は受付がシビアなんで、そもそもあんまり出せない、自在に出せない人が多かったんじゃないかなと思います。自在に出せる人が多くないから、つまり目立たないということになったんじゃないかなと思うんですが、ちなみにさっきのね97では214プラスパンチ、つまり竜巻パンチで出せちゃうんで超簡単だったんですけど、まあ、96だとちょっと出しにくいと。でも実は基本的な性能は同じになってるんですね。ヒットバックの有無などの若干の違いはあるんですけども、こうねガードした時に相手がちょっとずつ後ろに下がっちゃうみたいな、まあ、そういう違いはあるんですけども、隙の小ささなんかは同じなんですね。発生とか判定も同じになっています。隙については着地後にリバーサルで大ジャンプを出してみると分かりやすいんですけども、これベリマルが地面についてジャンプの予備動作取ってない、その踏ん張るモーションみたいなのがないっていうのが見て分かりますよね。これ今スローでもう一回出してますけども、地面つくモーションなしにいきなりもうベニマルが空中にいます。あたかも二段ジャンプしてるかのような、そんな見た目になっちゃってます。つまり着地の隙がゼロなんですね。 KF97 でも着地の隙ゼロだったんですけども、実は96でも同じく着地の隙ゼロなんですね。反撃するんだとしたら空中にいる時にしか入らないという形になっています。なお、プログラムの内側を覗ける方からいただいた情報なんですけども、この着地硬直がゼロになってるのはおそらくバグであろうとのことです。内部的にはきちんと着地の隙が設定されていたみたいですね。で、どうやらその着地の隙として設定されていたデータが何らかの理由で呼び出されずに一瞬でニュートラル、つまり行動可能な状態に戻っちゃうので、そのせいで隙がゼロになっちゃってるみたいなんですね。実際には着地の隙として KF96 では弱強共通で6フレームがその着地の隙として設定されてたみたいなんですね。これぐるぐる回った後に着地したら6フレは固まるように作ってたつもりみたいなんですけど、開発の方々は。でもこのバグのせいでその6フレっていうデータが呼び出されることなく着地硬直ゼロという形になってると。ちなみに97も内部的には弱が12フレーム、強が14フレームの着地硬直、まあ、データとして作ってあったみたいなんですけども、まあ、結局呼び出されなかったと。まあ、96も97もバグというか、開発の方の想定してないような不具合によって、その隙が呼び出されない形になっちゃったんですね。まあ、結局、このゲームね、96のも6フレームしか隙がありませんので、短いんで、仮にちゃんと着地の隙のデータが呼び出されていたとしても、6フレしかない隙を、ね、こんだけ後ろに、ね、飛びのいてるわけですから、後ろに跳ねてるわけですから、なんかコンボ入るの、ガード後にフルコン入ったりするのって言ったら全然そんなことないと思うんで、まあ、6フレの隙があったとしても、非常に性能のいい強い技になったと思います。まあ、一応ね、その97では弱が12、強が14なんで、開発の方々はさすがに隙が小さすぎる、少なすぎると思って、97で隙を倍に増やしてる形になってるんですけど、倍以上に増やしてるんですけども、まあでも結局96でも97でもデータ呼び出せてないんで、まあ意味はなかったということになります。というわけで、実は96でも97と同じぐらい真空片手駒は優秀だったという、まあ、そこが隠れた魅力の一つですね。I love you. 魅力の4つ目、気絶が狙いやすいっていうものですね。また気絶かよと思われるかもしれません。はい、これまでの動画でも気絶のことを必ず触れてる気がするんですけども、そうなんです。すいません。でも、ベニマルは後の作品も含めて気絶がもともと狙いやすいキャラになっていて、それが本作においても健在なんですね。細かな気絶に関する仕様はテリーやラルフの動画をご覧ください。で、ベニマルはジャンプ D と近距離も遠距離も立ち D の気絶値が高くなっていて、あと、居合蹴りがほどほどに気絶値があるっていう、そういう性能になっています。ちなみに、居合蹴りよりも真空片手駒の方が、ね、こちらの技の方が気絶値があったりしますんで、余裕があるんであれば真空片手駒の方を使う方がいいんですが、とりあえず遠距離立ち D と、あとジャンプ D、近距離立ち D、居合蹴りってやるだけでもう相手は気絶します。まあ、どっちが先でも OK です。まあ、遠距離立ち D1 回とジャンプからのフルコン、まあ、それを決めればとにかく相手は気絶してくれるんですね。まあ、チャンコハン今気絶してくれましたけども、チャンコハンはこのゲームで一番防御力の高い、気絶耐久値も高いキャラになってますんで、まあ、チャンコハンが気絶してますんで、まあ、どのキャラに対しても遠距離 D からさっきのコンボを決めれば、まあ、気絶してくれると。まあ、今度はコンボから先に決めていますけど、この後遠距離立ち D でもう相手は気絶するんですね。で、ベニマルは雷光剣が強攻撃から繋がるようになってますんで、まあ、ピヨッと相手に対して、長射型が使える状態なのであれば、
まあ、こんな感じで繋げて一気に相手を倒しちゃうってこともできるようになっています。なので雷光剣も含めて、まあ、コンボが結構強力なんで一発逆転もちゃんと狙えるキャラになってるんですね。動画の途中ですが少し宣伝をさせてください。 WFS さんのご提供のもとアナザーエデン時空を超える猫を当チャンネルにてプレイしております。このアナザーエデン時空を超える猫っていうのはスマートフォンとか PC で遊べる RPG でして、ケイフのコラボパートがあって、まあ、そちらを中心に当チャンネルにて動画のアップとライブ配信を行っております。今画面出てる通り、京とかイオリとか K ダッシュ、テリー、マイなんかもいるということで、ケイフのキャラクターたちがそちらに今出張してると言いますか、まあ、うまく溶け込んで、RPG パートで遊べたりとか、まあ、そのケイフのコラボパート独自のシステムで戦闘ができたりとか、いろいろあるんですね。ご興味のある方は概要欄やコメント欄のリンク、または今画面の右上にリンク出してますんで、そちらからぜひご覧ください。以上、宣伝でした。引き続き、ベニマルの魅力をご堪能ください。反動三段蹴り魅力の5つ目、反動三段蹴り、お前危機感持った方がいいよというものなんですけど、まあ、このフレーズ言いたかっただけではあるんですけど、とりあえず、ミニマルの反動三段蹴りといえば、居合蹴りからの派生であったり、単体の必殺技であったりするんですけども、作品によって異なるんですけども、ケイフの96では前者、つまり居合蹴りからの派生技になっています。まあ、こんな感じで出るんですけども、もうこの時点で見た目に違和感を覚えられた方いらっしゃるんじゃないかなと思うんですが、とりあえずこんな感じで居合蹴りからの派生で出せる作品っていうのは、ミニマルにとって、この居合蹴り反動三段蹴りが重要な存在であることが多くてですね、ケイフの2002の UM とかケイフの15では大変お世話になる技になっていました。 Wi-Fi で出てる通りですね、まあ、コンボにおいて非常に大事な存在だったんですね。初登場だったケイフの95でもその前作であるケイフ94と比べて遮断 B があんまり刻めなくなりましたんで、その代わりに居合蹴りから決めて気持ちいい技としてこの反動三段蹴りが追加されてですね、まあ、確かな存在感を放っていました。ケイフの94本当に刻めすぎたんで、今 Wi-Fi 出してますけども、まあ、刻めすぎちゃってまあ、その弊害ですね、すぐピヨっちゃう、大ダメージになっちゃうっていうね、そういう弊害と裏腹の関係にその刻む気持ちよさありましたんで、その代わりに、まあ、そのダメージはまあ似たようなもんだけど気絶までは持っていけない、まあでもまあまあ、あの代わりのおもちゃとしては素晴らしいものっていう感じで、まあ、個人的にはすごくうまい技ね、あの上手に新しいおもちゃをくれたなっていう風に感じてました。まあ、それがですね、ケイフの96だとどうなってるかというと、ひどいことになってるんですね。まず居合蹴りから出しても連続ヒットしません。今意図的に遅らせて出したとかじゃなくて、最速で出してんのに繋がってないんですね。居合蹴りから繋がんないってことは、コンボで使えないの、何これっていう感じですよね。でそれどころか2段目と3段目の間も連続ヒットしないような感じになってます。まあ、とにかく間すら発生が遅いんですね。こうやって居合蹴りから出しても3段目も繋がってないんですよね。2段目と3段目の間も連続ヒットしてないんで、まあ、何に使えというんじゃこの技をっていう性能してます。一応弱で出して3段目までガードさせる分には割と間合いが離れますんで、まあ、痛い反撃は受けにくくはなってるんですけども、まあそれでええんかという感じですよね。まあ、一応発生が遅いんで、居合蹴りをガードされてるところから出せば、まあ、相手が食らってくれるかもしれないっていうことは期待できるんですけどね。途中から居合蹴りガード後に動こうとした相手には当たるとか、まあ、その3段目だけ当たるとか、そんなことも期待できるかもしれませんが、まあ、運が良ければっていう感じですよね。バレてるともう全然ダメだと思います。まあ、連続ガードじゃないんだから、まあ、そもそも割り込まれたりもします。今ワイプ出してますけども、無敵技で普通に割り込まれたりもしますんで、まあ、この技を知らない相手に出してみればびっくりして食らってくれるかもなーぐらいであって、正直性能が分かってたら全く出す気になれない、そんな技になってます。真空片手駒との落差がすごいですよね。でも何度もこの反動三段蹴りを見てると、この発生の遅さがなんだか癖になってきますよね。ちょっとまあ出しにくいのが性能の割に出しにくいのもちょっとあれなんですけども、この発生の遅さがなんだか癖になってきます。だんだん出してるうちに、なんだよこれっていう感じで、ちょっと笑えるようになってくる感もありますんで、不思議な魅力のある技だなというふうに感じてます。はい。ベニマルこれだ！魅力の6個目、コマンド投げがあるっていうものですね。ベニマルにはベニマルコレダーっていうね、1フレ発生のコマンド投げがありまして、投げ前、ダメージともにぼちぼち優秀で、その後の作品だと、やたらとダメージが小さいとか、投げ前狭いとかありましたけども、本作においては、投げ前、ダメージともにぼちぼち優秀で、投げと打撃の同時成立のような場合でも、相手の技が重なっていたとしても、投げが勝つ仕様になってますんで、このベニマルコレダーは本当に強力なんですね。こうやって、どんどん狙っていける技になってます。で、不成立時の専用モーション、投げの空振りのモーションはないんですけども、コマンドの関係上、投げが成立しなかった場合には、雷神拳が出るようになっています。なので、これを何かの形で、例えば前ジャンプなんかで避けられちゃうと、後ろからフルコンもらったりしますんで、ややリスクがあります。
まあ、その他細かな仕様は以前アップしてるラルフの動画をご覧いただければと思うんですけど、一流投げね本当に大事な存在だっていうところはラルフの動画なんかでご紹介してるんで、そちらご覧いただきたいんですけども、このKFの96は小中ジャンプとかダッシュを交えたハイスピードな展開が中心になってるので、一流投げを仕掛ける機会がたくさんあるんですね。まあ、ジャンプ攻撃でのラッシュなんかをこうやって仕掛けながらダッシュから投げるみたいな、一流投げ仕掛けるでさらに置き攻め仕掛けていくみたいなことを非常にやりやすいゲーム性になってますんで、ベニマルはこのコマンド投げを持って相手のガードを崩していけるというところで、まあ、ちゃんとこのゲームの戦いの土俵に立ててるっていう、そういうキャラになってるんですね。とりあえずまあ真っ当な強さの要素の一つとしてコマンド投げ持ってるってものが挙げられるかなと思います。 I love you。 魅力の7個目、 CPU 専用技があるっていうものですね。実は KU96 のベニマルには CPU だけが出せる技が存在しています。それがこのベニマルシュートですね。ワイプで出してますけども、ベニマル CPU だけがベニマルコレダーからの追い打ちみたいな形でこの蹴りを出しています。後の作品で登場する97以降に存在するジャックナイフキックっていうのと見た目が似てるんですけども、完全には一致してなくって、まあ、専用のグラフィックが書き起こされてるというものになってます。まあ、これ未完成なのか、まあ、コンピューター出してくるんだけど追い打ちとして当たることはないっていう悲しい性能にはなっちゃってるんですけども、まあ、とにかく CPU 限定出せるようになってるんですね。ベニマルコレダー後に通常技で追い打ちが可能だった、その魅力の2でご紹介したクラーク相手のそのベニマルコレダー後の追い打ちが入るような、まあ、キャラ相手にやったとしても、このベニマルシュートはヒットしないみたいです。なおディップスイッチをいじることでもプレイヤーが出すことができるようになるみたいなんですけども、正式実装されたものではないのでここではとりあえず置いときます。きちんと正式実装されるのはこのゲームから13年後のKFの2002の UM なんですね。どうやら毎年バランス調整の結果ボツにされてたみたいなんですよね。まあ、ベニマルにそんなのいらんだろうってことで、まあ、ベニマルコレダーがない年もあったんですけども、この追い打ちのベニマルシュートっていうのは毎回ボツになってたみたいです。使えるのが2002の UM だけっていうのはちょっともったいない気がしますよね。まあ、次回作といいますか、まあ、KFの16おそらく出ると思うんですけども、そちらでこのベニマルシュートが復活してるのかどうか気になりますが、まあ、とにかく CPU 専用技っていうね、謎の存在があるというのもこの KF96 のベニマルの魅力ですね。サンキュー。はい、ここからは番外編ですけども、担当声優のモンスター前塚さんが偉大すぎるってものですね。ベニマルの声優は KF94、つまり初登場時からモンスター前塚さんが担当されてます。今では前塚敦っていうね、本名の方で活動されてるみたいなんですけども、KF が今年で30周年になってますんで、もう30年もベニマルを演じられてるってことになります。でこれ雷神剣とか挑発の音声でも、まあね、ベニマルコレダーみたいなのも、まあ、とにかくベニマルの声ずっと前塚敦さんが演じられてます。30年の間に多くのキャラの担当声優が交代してることを考えると、これはすごいことですよね。最新作のKFの15でもしっかりと掛け合いを含めたボイスを担当されています。で、3D アニメーション作品であるザ・キング・オブ・ファイターズ・ディスティニーっていうね、そういう作品があるんですけども、そちらにおいてもベニマル役で出演されています。なんだかちょっとベニマルっていうキャラクターがその3枚目というか、なんていうかギャグキャラになっちゃったような感じもしますけども、まあ、詳しくはちょっと皆さんのご自身のね、目で確かめてみてください。で、前塚さんはKFの96ではラルフとチョイも演じていらっしゃいます。で、実はですね、 CPU 戦で対戦相手として出てくるエディットの中にですね、コンピューター側もそのキャラクターをチームじゃなくてエディットしてその挑んでくる対戦相手になる場合があるんですけども、ワイプで出てる通りにモンスター前塚チームもあったりするんですね。ベニマル、ラルフ、チョイっていう、そういう組み合わせで挑んでくることもあります。ただの偶然だとは思いますけども、 KF96 では魅力の2でご紹介したそのラルフへの D 投げのダメージが2倍になるっていう、そういうの以外にも通常内関連のバグが前塚さんの演じるキャラたちの間で結構起きていたりします。今 2P 側は前塚さんの演じる、チョイボンゲなんですけども、そのチョイに対してキムが C 投げ決めるとダメージが、まあ、2回入って2倍のダメージ与えられるみたいなのもあったりしますんで、まあ、なんでか知らないけど前塚さんの演じるキャラはこの KF96 においては通常投げ絡みで結構辛い目にあったり、まあ、辛い目に合わしたりしてるっていう、そういう形になってますね。ちなみに実は SVC カオスにおける剣の声やサムライスピリッツシリーズの占領教師郎カフインニコチンも前塚さんが演じていらっしゃいました。これはもう SNK を語る上で前塚さんは欠かせない存在になってますよね。以上、ベニマルの持つ7つの魅力プラスアルファを見てまいりましたが、いかがだったでしょうか。今後も需要があればこのように隠れた魅力的な、まあ、強かったり弱かったりいろいろだと思うんですけども、そういうキャラをご紹介する動画を作っていこうと思います。ご興味のある方はぜひチャンネル登録をお願いいたします。それではここまでご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。